見える。なんかね、我が家のリビングはですね、照明が黄色なんですよ。黄色というかね、暖色っていうのかそう、だからね、ちょっと伝わってるかな。そう、最近冷めたんだそう、そしてですね、あの電気がない、電気があるんですけど上にしかないから近づかないとめっちゃ顔が暗くって、今日は近めでお送りしますあすごい、めっちゃ毛先見えて恥ずかしい。よいしょ。おき、今日何度かバンってなると思うのでよろしくお願いしますうん、まつげこの前からピンクで、あ、嬉しい。そう、なんかピンクメイクするときはいつもピンクのマスカラを使ってるんですよ。そうなの、だからだいたいピンクのメイクしてるときにピンクのマスカラって感じですそうなの、ちょっと北場いじろ、どこのマスカラ。そう、なんかこれはね、あのチカナがね、そうなの、お誕生日プレゼントでプレゼントしてくれたね、アディクションのカラーマスカラなんですけど、めちゃめちゃ可愛いって、アディクションザマスカラカラーニュアンス C1 って書いてある。これこれで合ってるか。チカナがねプレゼントしてくれた。そうなの、ピンクアップになったらわかる。本当、今日いっぱい見てください質問していい？ぜひぜひ。何でしょう、何でもどうぞ。え、買う、やった、お空だね、まつげお空、イエイエイ。キルンキルンキルン、プルビより。そうなの、今日はプルビちゃんメイクあ、そうだそうだ、あだだだだだだ、そうだ、今日はなんとですね、そう、ツイッターにも載せたんですけれども、あがきたノベルジャムさんに参加させていただいたんですよ。そう、あー、ありがとう、つぐつぐだよお、アディクションのアイシャドウお揃い、嬉しい。みんななんかお揃いしてもらえるの本当に嬉しいの。化粧品とかもそうだし、髪色もそうだし、あとは胃袋もねめちゃくちゃ嬉しいです。そう、なんと優勝したんですよ。すごいびっくり、まさかね、すごい、でも緊張した。今日ずっとドキドキしてたドキドキしてた。つぐちゃんってお肌ブルブル。あ、そうなの、去年の夏にカラー診断に行ったら夏でした。ブルベ夏ちゃんでしたそう、肌が黄色いブルベ夏です本当にね、でもこれはみかんの食べ過ぎだと思ってるの。めっちゃお肌黄色くて緊張してるように見えんかった。本当？そう、見に来てくれててめっちゃ安心したいてくれてると思って急にね、すごい安心した嬉しい。そうなの、そう、あのズームでね行ったんですよ、オンラインだったので。そうで、ファンの方も参加してくださってね、何人か。すごい、あの私たちこのズームのところから、参加者ってところからね、誰が参加してくれてるのかなっていうのがこう見れるんですけど、そう、おなじみある名前もたくさんあって嬉しかった。ありがとうございます、見に来てくれて。そう、あ、すごい、なんかかわいい、ありがとう。
そう、ノベルジャム、アガキタノベルジャムというイベントでですね、いろんな、今回はキーワードがあってですね、テーマかな、テーマが姉というキーワードと、あとは SDGs っていうテーマ、キーワードをテーマにして、それを元にした物語、そう、物語が4つ5つあって、そう、その中から一つ作品を選んで自分たちがプレゼンをするっていう、そう、すごい素敵なイベントなんですよね。そうなの、そうなの、そう、まさかの優勝させていただいたんです。そう、本読みたくなってきた、本当すごい楽しかった。横並び難しすぎて聞き取れませんおばあちゃんノベルジャムだよおばあちゃん横文字。そうで、いろんなこうバトラーさんって言うんですけど、そう、それぞれ私たちとはまた違った作品をこうプレゼンする方がいらっしゃって、そうで、それをファンの方だったりだとか、そう、いろんな方に見ていただいて、どの作品が読みたくなったかっていうのを投票してもらう、そうなんですよ。そう、すごいね、一生懸命プレゼンさせていただきました。なんかすごい私たちならではの、そう、素直な気持ちをそのままバンって伝えられたらいいねってなっててね、伝え、頑張って一生懸命プレゼンしたんですけど、伝わったかなあ、ピピピピメガネ眉毛の方の印象しかなかったそう、本当にバトラーさんもいろんな工夫をされていて、そうなんです、こういうメガネがついた眉毛、メガネがついた眉毛眉毛がついたメガネ眉毛がついたね、メガネをかけてらっしゃって、そう、なんか言ってらっしゃって、どなただったかな、どなたをモチーフパロディされて、その片風に紹介されてる映画評論家さんのって言ってたかな、映画評論家さん、とある映画評論家さんのことをモチーフにこうなりきって紹介してる方だったりだとか、あとはですね、本当に紹介の仕方にもいろんな仕方があって、そう、基本ルールがなくて、そのプレゼンをするのに、本の魅力を伝えるのに、そう、なんか自由にプレゼンができるんだけど、そう、私たちは本当に自分たちの思った感想だったり言葉を素直にそのまま言葉で話して伝えようっていう風になったんですけど、この方は結構動画を作られたりだとか、あとはそう、なんか、なんて言うんだろう、大学とかでよくあるのかな、課題発表みたいな感じで自分でこう、ほんとよく先生が授業とかでやってくれるみたいな、こう画像をこうスライドショーみたいにして紹介していったりする方だったり、本当にいろんな方がいらっしゃって、いろんな紹介の仕方があって、本当に私普段全然本をね読まない方なんですけど、なんもう今日一日で何度もこれも読みたい、これも読みたいってなって、そう、またさらに本に興味が湧いた一日でしたね。うん、そうなんですよ、面白かった。そう、スライドショーすごい、本当にもう作品も素敵だし、それをその素敵な作品の魅力をお届け、いろんな形でお届けできるバトラーの方もすごい素敵で、すごく光栄でした。すごい本当に素敵なイベントに参加できて、うん。つぐちゃん、本読む前に漢字のお勉強は大丈夫？あ、そうなの、そこね結構難題だったのそうなのよ、そうなの、読めない漢字というものが存在してまして、そりゃそうかそう、あるんですよ。だから結構今回の、そう、でもこの漢字なんだろうなっていうのもあったりだとか、
そうあって、でもね、そういうのもそう結構調べたりして、あこう読むんだって知ったりできるのもすごい本の魅力だと思って。そうメール届いたから、さっきメールも送ったんですけど、すごい私絵がない本が苦手、ちょっぴり苦手意識があってそうなんか中学校の時ってさ、結構朝の会とかで本を読む機会があって、そう小学校の時も結構あったんですけど、私そうやっぱり絵がないと読めなくって周りのみんな小説とか読んでたのに、私絵本とか読んでたんですよ結構本当にそれくらい小説とかなんかなんて言うんだろう、絵本以外にあんまり読む習慣がなかったというか、そうなので今回すごくこの機会でね本に興味を持ちまして、そう今年はいっぱい本読みたいなと思いましたね。そう絵がないからこそこう言葉だったりとかその言葉の表現力がめちゃくちゃ大事なんだなって、すごいよね語彙力。そうよく私語彙力がなくって語彙力が欲しいって言うんですけど、こんなところにヒントが隠れてました本で語彙力を学べますよね、本当にすごい、うん、マスカラいい色うれしいそうそうなのそうなの、なんかいろんなねそうジャンルも読んでいきたいなと思ってて、最近エッセイとかを探すのが好き。そうそれこそなんか語彙力っていうのかな、言葉がメインになってるエッセイというか言葉を紹介している本があってですね、最近それを見つけてそうチラッと読んで素敵って思ってた。すごいよね、そうなんかいろんな感情のパターンで、その例えば喜びっていう感情があるじゃない、でまずその喜びっていうのがテーマになってて、喜びが表現された言葉がバーって書いてあって一つ一つ説明があってみたいな、そうすごいそのエッセイっていうのかな、それはすごい素敵でしたね。名前忘れちゃった、題名なんだったかな、すごいなんかコンセプトもすごい素敵な本でした、なんだっけ名前そう肝心なとこ忘れちゃった。そうあとは最近あのよく SNS とかで見て気になっていた20代で得た知見っていうエッセイがあるんですけど、そうそれをね読んでみたいなって思って本屋さんに見に行ったりしてたんですけど、なんとまさかのこの間ねショールームするときに兄ちゃんのお部屋借りたときに兄ちゃんのお部屋にその本があって、そうどうやら一足先に兄ちゃんもチェックして買っていたんですよそうだから借りて読もうと思ってます、面白そうすごく。私の兄ちゃんね1個上なんですけど、ちょうど私が今19で20だから20代と20代手前の2人でそう本って読む人によってもね年代だったりとかで感じ方が違うのが面白いよね。そうではつぐみさん20代になっちゃうんだよ、すごいでしょねえ、だからまた二十歳とかになって20代になった時に読んでまた変わってくるんだろうなとか共感できる部分が出てくると思うとすごいワクワクする。服どころか本も借りてしまう、そうなんですよ全部借りパクしちゃうそうなんですよ、うん。もしねみんなも最近読んだ本とかこれおすすめってなったら教えてください。うん、すごいよね、もう二十歳っていうのすごいよね本当に。うんうん、やばいよね、すごい。なんか未だにまずね
そもそも私中学生で時止まってるんですよ、自分の中身も全てが。そうなのでね、なんかそう、今自分が去年の12月で19になったんですけど、そう、それすらももはやその19以前の年齢になってる、なってきたっていうのもまだ信じれてない。そう、本当にそうなの、実感湧かないのよね。ね、止まってるよね、年齢ってね、びっくりびっくり。そう、18歳を実感する前に19歳になってしまった。そう、あ、推しもゆもゆって思うんだっけ。ねえ、なんかちょっと前に話題になってて、ねえ、なんか前本屋さん見に行った時にすごい並んでて、それが気になってました。読んでみようかな。なんかね、アイドル、アイドル、好きなアイドルが燃えちゃったみたいな話だよね。あ、燃えちゃった、あの SNS で燃えちゃったみたいなやつだよね。ねえ、気になる、読んでみたい。うん、いい、おしゃべり会しゃべれてよかったです。さ、そう、映画まだ見れてないの、ちょっと詳しく詳細教えて、また。え、友達に借りた、本当読みたい、めちゃくちゃ気になる。多分あの元のそのテーマっていうかさ、お話がさ、あれじゃない、自分の推し面が燃えちゃったって話だから、きっともしかしたらね、応援してる、なんか何か好きな人を応援してる皆さんにとってはね、すごい共感できる感じなのかな、読んでみたいな。読んでみたい、読もうかな。お、来月のお話し会のためにお洋服買ってきた、かわいい、嬉しい、楽しみにしてちゃうね。さあ、お話し会次はね3月なんですけど、ちょっと先で寂しい。そうなの、つぐちゃんが燃える。つぐちゃん燃えちゃう。うん、最近そういうアイドルとオタク題材にしたやつ多い気がする。確かに確かに確かに、なんか結構そう話題になったりしてるの見る気がする。推しと自分、応援してる自分の物語みたいなね。そうと、それこそあの私はですね、最近読んだそのなんて言うんだろう、アイドルとファンの方の関係が書いてある本といえばですね、あの田辺先生のそう本なんです。本、あれは漫画か、漫画なんですけど、そう、なんかすごい本当になんかこう今アイドルをしてるからこそ、そう改めてファンの皆さんのことだったり、そう、なんか読んだ後みんなに会いたい、話したいってなる感じでした。すごい素敵な本だったね。なんか自分とさ本当にかけ離れてるというかさ、非現実的なお話を読むのもすごい素敵だし、ちょっと自分と共通点があるお話を読むのもまた分かるって共感できたりとかね、そうできるのも素敵だよね。ね、うん、いいよね。推しが武道館に行ったら、あ、ねえ、それもよく聞く、読んでみたいんだよね。ねえ、見てみたいな。つぐちゃんの武道館もう見てる私。嬉しい、懐かしいね、武道館、世界人の時だ、いいね、素敵だよね。
なんか本当にそういう今の自分だからこそ読んで通ずる本とかもたくさん読んでいきたいなって。うん、いいよね。友達に借りパクしたから貸そうか。あ、いいの？じゃあ借りパクの借りパクということでよろしい？あ、借りパクしたんだ。すっごい思いっきり借りパク宣言しちゃった。つぐちゃん、今日一番テンション上がった瞬間あった？今日一番テンション上がった瞬間、あ、でもそれこそ、あ、そう、今日あげきたノベルジャムっていうイベントにユナコと参加させていただいたんですけれども、そう、あの、そう、私たち以外にもいろんな方がこう本をプレゼンする企画で、そう、私とユナコすごく可愛い女の子が大好きなんですよ。でね、そのバトラーの方にめちゃくちゃ可愛い方がいらっしゃって、もうずっとユナコと、そう、そのイベント自体はオンラインでズームなんだけど、マイクミュートになってるから聞こえてないんだけど、え、可愛い可愛いってずっと言ってて、本当に可愛くて、そう、しかも多分お兄ちゃんと同い年だから、ユナコとも多分同い年だったのかな。めちゃくちゃ可愛くてすっごいテンション上がってました、二人で。本当に可愛すぎて、そう、可愛かった。そう、あ、優しい、脳みそが壊れそう、バーって優しい、嬉しい。可愛かったんですよ、めちゃくちゃ可愛い。そう、それですごい2人でキャッキャテンション上がってました。マネージャーさんも可愛いわって言ってた。から本当にもうマネージャーさんも一緒になってめっちゃ可愛いって言ってました。そうなの、もう本当に可愛すぎて SNS 知りたいねってところまで行って、勝手にその方のお名前で SNS 探し始めたりとか、嫌なこと。そう、でも結局見つけられなくってしょんぼりしてたんですけど、うん、でね、実はですね、これ多分言って大丈夫かな、隠してもね、あのツイッターにね、そう、今日のあがきたノベルジャムさんのツイートを載せたんですけど、あの写真をね2枚載せたんですよ。で、1枚はユナコとのこう一緒に撮った写真で、もう1枚ユナコとこう画面に向かってキャーってやってる写真があったと思うんですけど、もし見てないよって方、もしよかったら見てほしいです。見てみて。そう、2枚目に画面に向かって嫌なことをこうやってわーってやってる写真があるんですけども、なんとですね、そう、今回のこのイベントで、あの出演させていただいた私たちと、あとバトラーの方だったりで、ね、記念撮影をするときに、あのズームって、あのその選択すると、その選択した人だけ大画面にでき、大人数でズームしてても、選択した人を一番大きい画面にすることができるみたいで、それをね、もうあまりにも私というようなこと、もう可愛すぎる可愛すぎるって言ってたら、その可愛い方の画面を大きくしてくださって、そうで、一緒にこう写真を撮る時に、こう、まあ、ピースでこう撮ったんですけど、じゃあピースで行きますかってなって、その女の方がこうピースしたら、もう可愛すぎて、ピースした瞬間に言うのこと可愛いってめっちゃ叫んじゃったの、その瞬間です。だから、あのね、ちょっと実はあの絵文字で隠してはいるんですけど、地味にちょっとピースの跡形が写ってる。そう、しかもね、一番恥ずかしいのが、そのピースした瞬間に可愛いって言った時に、まさかのマイクがのミュートが切れちゃってて、思いっきりその可愛いって言ってる声が
いろんな人に流れちゃったんですよ。かもしかしたらその可愛い女の方にもそうバレちゃった。すごい私たちが可愛いって興奮してたのバレちゃったかもしれない。恥ずかしい。だってピースした瞬間にもう可愛いって言っちゃったからバレちゃったかもねって、恥ずかしいって。本当に楽しかったです。可愛くて、うん、そんな裏話がありました。そう、それを知ってからね、そうだよね、見るとすごくまた面白みが感じられる写真となっておりますので、ぜひ2枚目、ツイッターの2枚目、それを踏まえて見返してみてください。そう、可愛かった。そうそう、いやーでも本当に楽しかったな、貴重な経験でした。うん、つがさんがかじりついてる画面のその裏には葛藤の日ですか。これね、R指定さんね。葛藤の日々です。R指定なんよって。そうなんよ。日々言うてね。友達がオンライン就職説明会で盛大にくしゃみした時に音外れててみんなに聞こえてたって話。恥ずかしいね。めっちゃもうその場から今すぐ逃げたくなる瞬間だね。いやー確かにズームってね、あのミュートしてる時って本当にあのこのタップ一つでできちゃうじゃないですか。だからそうミュートするできる瞬間も一瞬だけど解除する瞬間も一瞬だから、そうなかなか気づかない時があるんですよね。気づいたらミュートにが外れちゃっててめっちゃ聞こえちゃってたりとかね。恥ずかしいね、くしゃみ割れるの恥ずかしいな。え、誰今のくしゃみみたいな。ざわざわ。恥ずかしいよね。うん。いえ優しい、褒めてくれる。葛藤の日々で伝わるのおもろ。そう伝えちゃった。そうオンライン話し会で可愛いって響き渡らせてほしいです。え、任せて、いつも言っちゃうけど私。嬉しい、いっぱい言わせて。可愛い子をズームする機能ではございません。こうこのやっぱりコロナ禍になってからね、そうすごいズームが身近になったんですけど、そう思い出した、私あれなんですよ、私の高校でも実はズームを使う機会があってですね、そう NGT の活動内でみんなで話すときにあのズームを使うことも多いんですけど、そう高校でもねそのズームを使ってて、で私の高校決まりであの自分のクラスというか学校名っていうのかな、学校名と名前を記入しなきゃいけないんですよ。でズームって名前決めれるじゃないですか。で私そう、それでよく高校のやつでズームを使うからそのまんま設定してて忘れてて、 NGT のズームするときに思いっきり学校名書いてあって、すごい恥ずかしかった。え、これ誰だみたいになっちゃって、恥ずかしかったです。めっちゃ学校名、ねえ。そう、ズームあるあるですね、名前の買い忘れ。うん、そうなの。あ、待って、もう一個思い出した。またね、また話に戻っちゃうんですけど、
あのノベルジェームさんね、そう可愛い方がいて、ユナコと興奮してたんですよ今日。で、あのズームってチャット送れるじゃないですか。で可愛すぎて、もう可愛いを伝えたくてチャット送ろうとしてました。けどさすがにそれは気持ち悪いかってなってちょっと控えたんですけど、勇気出してチャットしようか迷ってました。そう、あとズーム、私今日初めて知ったんですけど、ズームにあのリアクション機能ってあるんですよ。なんかリアクションってボタンがあって、こう拍手の絵文字とかハートの絵文字とか、なんかいろんなこう絵文字のパターンがあって、そうで、それを押すと、そうなんかその絵文字がパッて表示されてリアクションされたのが伝わるんですけど、あのまあ今日チャットがまあちょっと勇気出なくてできなかったけれども、私たちはねすごく勇気を振り絞ってリアクションをしたんですよ。その女の子がお話しされてる時にめちゃくちゃリアクションしたんですよ。ユナコと拍手送ったりとか、あとハートめっちゃ送ったんですよ、リアクションで。もしか気づいてくれてたかわからないんですけど、ハート送ったんですよ。でそれからしばらくしてこうだんだんあのプレゼンも進んできた時に、あの私たちの出番の直前にあれってなりまして、あの名前ズームの名前あるじゃないですか。で今日は私たち2人でマネージャーさんのパソコンからこうやらせていただいてたんですよ。だからマネージャーさんのズームだったんですね。で一回 Wi-Fi が途切れちゃって、あのズームを一回抜けちゃった時間があって、でもう一回 Wi-Fi が調子よくなってから入り直したんですよ。そしたらあの名前の設定が戻っちゃってですね、ズームの戻っちゃったんですよ。で、まあ、そのマネージャーさん男性の方だったんですけど、男性の方のローマ字の名前からめちゃくちゃハートが送られてる図になっちゃって、マネージャーさんがやべえ俺めっちゃ気持ち悪い人じゃんみたいになって本当に面白くて、それがそう気づかなかったんですよ、名前が変わっちゃうっていうの。でちゃんと名前変えた後は NGT48 オグマツシマって名前にしてたんですよ、わかりやすいように。でも一回ズームを退出してしまったがために、名前がマネージャーさんのめちゃくちゃ男の方の名前のフルネームに戻ってしまって、その名前のまんま気づかずめちゃくちゃハートでリアクションしてしまってたので、もしかしたら気持ち悪がられたかもっていうのを今心配してます。本当に面白い、ちょっと事件ですねこれは。いや面白かったな、笑ったな今日。そうびっくりするよね、その子からしたら、なんかめちゃくちゃ男の人が私がプレゼンした後にハート送ってくるなみたいな。いやー面白いね、そんな事件が今日ありました。もしかしてではないね、確実に確実に惹かれたかもしれない。いやー面白いな。今日の面白いエピソードでした。あ、時間ありがとう、もう35、早い。そう今日リビングだから時計があるの、新鮮、本当だ、もう35分だ。わあ、ショールーム間に合ってよかった、嬉しい、ありがとう、やっほー。みんな今日何してました？今日仕事の方もいるもんね、用事とかね。うん、あ、いやいや
あパパパパパうおっとっと安定しないですね。あきよきよきよし、明日のえちゃんの卒業公演だね。あそうなんです。なんかもう時の流れが早すぎてすごいあっという間すぎて寂しいなね。えもう明日なんだって。あお仕事お疲れ様、みんなお疲れ様、お仕事あっという間だよね本当に。いやね、明日すごい盛りだくさんな一日になりそうです。そう授業公演に、そして明日は2回目のラジオトークなんですよ。あーちょっと待って、ラジオトークの話しようと思ってたんだいやそうちょっと説明をしましたですね。そう実はあのラジオ NGT48 でラジオ部っていう部活を始めさせていただくことになりまして、そう MBS さんにご協力をいただいてラジオトークっていうアプリでこれからね週1回そうラジオをこうほんとショールームのこの顔が映らないバージョンみたいな感じのもので、そうリアルタイムでみんなのコメントを見ることができるんですよ。みんなもコメントできて、そうっていう本当にそう素敵なアプリで配信をさせていただいてるんですけれども、前回そう私は毎週日曜日の23時夜の11時からそうすることになっていて、そう先週だね、先週の日曜日が初の一人で喋る回だったんですけど、あの私何を思ったのか分かんないんですけどそうと、もともと番組その配信する時間が30分の予定で、でそのラジオトーク自体ももう30分経ったらプツって切れるルールというか設定になっていて、なんですけれども多分私なんかやりながらちょっとショールームと錯覚してきてしまったんですよね多分そうで11時から配信し始めて、本当は11時半に間に合うように終わらせなきゃいけないんですけど、なんか勘違いしちゃって、そうあの25分とかかな、30分手前くらい切れちゃう、ほんとすぐ手前くらいに、あまだ30分しか経ってないと思って、そうで結構あのその初回、一番最初の初回だったので、そうラジオ番組自分のタイトルを決めたりだとか、そう次次週やる子にトークテーマをそこで発表しなきゃいけなかったりとか、結構受け渡しが大事な回だったんですよそうなのに、そうその受け渡しのコーナーの前になんか一つ面白コーナーみたいなのがあって、そうなんか怒鳴る、なんかとある言葉をこの私が怒鳴れるかっていうそう怒鳴っていくコーナーだったんですけど、そうまだ30分前かとか思って、なぜかそのコーナーでめちゃくちゃ怒鳴っちゃったんですよ。めちゃくちゃっていうあの一つで終わらせればきっと間に合ったんですけど、あまだ30分前だと思ってすごい何パターンかやっちゃったんですよすっごいのんびりやっちゃって、そしたらそうまあ案の定その怒鳴りコーナーが終わってすぐにプチッ入れちゃってそう、私もそこでやっとって気がついて、やばいこれ30分番組なんだったと思って、で結局ツイッターの方で続きをするっていうそう初回からめちゃくちゃもうハプニングまみれでしたねそうなんですよ。そう実はもう何回でもアーカイブで聞けるので、もしよかったら何回も聞いてくださったら嬉しいなと思うんですけれどもそう明日こそはねちょっと、あでも明日からなんか延長チケットっていうのを使えるようになったみたいで、そうそのチケットを使ってそう延長時間を延長できるみたいなので、もし30分でまた終わっちゃう足りないってなったらそのチケットを使って1時間にできたり
するみたいなの。なんか多分途中でポツって切れる心配は多分ないはずそうそうなんですよ。でね、そうラジオトークのね、そうテーマ、そうずっと話したかったんだ。私が考えたテーマもお話ししますと、そう日曜日の夜の11時からということで、そう週末にしたいなと思って。で週末って大体やっぱり結構次の日からお仕事が始まるとか、休日明けだって方とか、あとは逆にあの土日がお仕事で月曜日から休みって方もいらっしゃるかなと思いまして、なんかまったりできる時間にそう聞いてもらえるようなラジオになったらいいなっていう思いと、あとはですね、このそうお話をいただいた時にどんなテーマ、どんな感じで配信していこうかなっていうのを相談した時に、あの私の声ってすごく眠くなるよねっていう風に言っていただいてそこで確かにとなって、後々思い返したら結構ショールーム配信とかを見てくださってるねみんなとかがすごい見ながら気づいたら寝てたって方だったりとかそう、あとはこうショールーム映像倉庫とかで後から見返して、そう夜寝れない時に見返して安眠してますってそう言ってくださる方がびっくりのことに結構いてくださっていて、そうそこでは私はそれだと思って、そう寝る前に聞いて安眠に誘えるようなラジオにしたいなっていうのを思いまして、そうラジオのタイトルテーマがつぐみんの安眠ラジオっていう名前になりました。そうつぐみんのミント、安眠のミントで、ちょっとミンミンってミンミンなんてなっちゃってますけどもそうそんなテーマがありまして、そうなんか今度からはなんかいろんなねみんなを、そう本当は寝かせちゃいけないけどちょっと安眠なんかそのまま聞いた後にぐっすり眠れるような配信になったらいいなっていうのがあって、そういかに私がみんなのことを安眠させられるかっていう、みんなのことを寝る直前までに持っていけるかっていうのが私のテーマだと思ってるんですよそうなので、そうなんか眠くなるようなこれから企画を考えていきたいなって思ってて例えばですね、そう私はトイピアノをね、そうすごく前にプレゼントでいただいて、おもちゃなんですけど、すごい音がオルゴールみたいな可愛い音がするトイピアノをプレゼントでいただいて、で私あの聴いた曲を聴いた時にそれが音符で聞こえるっていう特技があって、音符で聞こえる、なんていうの、例えば携帯の着信音とかの音が分かるっていう特技っていうのかながあって、そうそれをそう特技として、あのみんなにショールームとかでも好きな曲をコメントしてもらって即興でその曲をトイピアノで弾くっていうのを結構やってたんですけど、そう今度はねそれをラジオトークの名物にしたいなって思いまして、そうなんかちょっとね最近ショールームでトイピアノができてなかったのはね、それがあれだったんですけど、ごめんね。そう今度からちょっとラジオトークでも出していきたいなと思っているのでそう楽しみにしててほしいなって思うのと、そう寝ちゃうよそう素敵なね眠りにつかせるのが私のテーマなので、寝ちゃってくださいダメか寝ちゃダメだそうでもいかにあのそうラジオトークのアプリはですね、そうショールームはあのあれなんですよ、来て見に来てくださった方のこう観覧数がこうずっと同じ数出てるんですけど、ラジオトークはあのどんどんなんていうの、リアルタイムでその数字が変わっていくんですね。だからなんていうんだろう、例えば
200人の方が聞きに来てくださったとして、で1人減ったらちゃんとその表示が199とかに切り替わるんですよ。そうだから人が減ってきたりとかしたら、あ、これはみんなを安眠にいざないでる証拠だなってわかるっていうそうだから、いかにその最大の来てくださった人数から減らしていけるかっていうそうなの、そうなの、そうだからこそなんかより一番最初いっぱいの人に見に来てもらいたいなって思ってるので、もしよかったらみんないっぱい広めてくれたら嬉しいですそう、そこからどれだけ減っていくのかというそうのをしたいんですよねそう、楽しみ、すごい楽しかったです。初回ちょっとバタバタしちゃったんですけど楽しみ、うん、そうなの、なかなか珍しいよね。普通だったら人数を増やしたいって思うけど、わっまた食べちゃったそう、私は安眠させるがテーマなので、ちょっと減らしたいというそうなんですよ。そう、あとはあのラジオトークはですね、音とか音楽は使えないんだけど、そう自分でこう歌ったりする分、口ずさんだりする分にはいいみたいなんですよ。なので他のアーティストさんの曲とかも全然口ずさんでいけるみたいなので、そう本当にファーティータグループはもちろん、そうアイドル以外の曲でもみんなからコメントで募集を募って歌ったりだとか、そうあとはメールをお便りを送れる機能がアプリ内であるんですよ。なのでそこでみんなに歌ってほしい曲とかをあらかじめ送ってもらって、そこから何曲か毎週選んで歌ってとかもいいかなって思ったり、そうよく歌声も眠くなるって言っていただけることが多くてそうなんですよ。だからちょっとそれを最大限に生かしていけたらいいななんてそう生歌配信、そうだね、アカペラほぼというかアカペラでね歌っていくみたいな、そう感じでできたらいいなとも思ったりしております。そうすごい楽しみ、今後やっていくの。そうなのでもしよかったら、もし見に来れたらぜひリアルタイムでも見に来てほしいなって、いっぱい一緒に盛り上げてくれたら嬉しいなって思っています。そうでも本当にアーカイブでね、後から何回でもこうコメントも見れるし聞けるっていうのがすごくいいなと思って、そうもし見れなかったよって方も何回でもアーカイブで聞いてもらえたら嬉しいなと思いますうん、そうなんか普段やっぱりこう48グループとかアイドルソング以外を歌う機会ってなかなかないから、なんかすごい珍しくていいかなって、そう本当にいろんな音楽を聴くので、そういろんなジャンルも歌っていけたらいいなって思うし、そうだ結構パパとかママの影響で昔の曲とかもよく聴いたりとか、カラオケとか行く時に歌ったりするので、そういうのも歌っていけたらいいなと思ってますそうさあなのでね、日曜日、毎週日曜日はみんな早くお家に帰ってきてお布団に入って聞いてくださったら嬉しいなと思います。そうそう、松田聖子さん正解そうスイートメモリーズとか大好きでよく歌います。眠くなってハプニングで寝る気飛ぶとこまで見えたありえるな。そうやっと眠くなってきたのになんかやらかしてわっわっみたいになって
みんな目覚めさせちゃうっていう。うわ、ちょっとそれマイナスだね。やばい、私ハプニング起こさないようにしなきゃ、ラジオトークで。ね、ちょっとみんなを起こす対象になってしまうので、ちょっと頑張ろう。なるだけ落ち着いてゆったりと配信していきたいと思います。あ、スイートピーも好き。あ、天使のウィンクも好き。天使のウィンク、勇気を出して笑ってごらん。ねえ、たくさん送って。そう、すごい見に来てくれて本当に嬉しいの。そう、本当にいろんな、みんなに来てほしいなって思います。そう、メールもコメントもたくさんどしどしお待ちしてるので。そう、あとね、ギフトがいろんなのがあるんですけど、あの音声付きギフトっていうのがあって、あのすごいとんでもなく、あの安眠を妨害するギフトがあるんですよ、ラジオトークには。この間見つけちゃったんですけど、あ、早速コメントでも来てるんですけど、なんかあの、そいやそいやって、どういう時に使うのこれっていう不思議なギフトがあって、そう、なんか結構音がないギフトもあるんですけど、その音があるギフトも何個かあって、そう、そいやそいやってとんでもないイカチー男の方の声がするギフトがあるんですけど、ちょっとそちらはね、安眠を妨害するということで、ちょっと控えめにしていただいて。そう、急にそうなの、お祭りみたいになっちゃうからね。安眠と正反対のね、正反対の世界にいらっしゃるギフトなのでね、ちょっと控えていただいて。そう、角上魚類のギフト。ちょっと新潟県民だわ。そいやそいや、発動発動。分かってしまった。そう、ちょっと控えめにお願いしますということでね。そうなんです。あ、そう、あとはギフトもね、何個かオリジナルギフトというものも作らせていただいてですね。そう、手書きで書いたので、ちょっと皆さんぜひチェックしてみてください。そう、船を担いでどこへ行く。あ、そう、実はこの船を担いでどこへ行くって言ってる方にボイトレをしていただいてるんですよ。すごいよね。知った時びっくりしました。そう、今結構なかなかコロナとかでお会いする機会も減ってきてしまったんですけど、そう、その船を担いでどこへ行くの方がしてくださってるんですよ。すごいよね。そう、めちゃくちゃいい声だもんね。そうなの。そうなの、そうなの。あ、でもいいじゃん。そうなのよ。あ、あったあった。話についていけない関西人。え、そう、ちょっとね、これ調べたら出てくるかな。そう、新潟のね、CM、角上魚類っていう、そう、CM があるんですけど、ちょっとぜひ調べてみてほしいです。そう、調べてみて、みんなに、新潟県民以外の方にも聞いてほしい。うん、今日一笑った。すごいでしょ、ミラクルすぎるよね。話ついていけないから新潟に就職するか。かわいいねえ、ちょっと見てほしい。そう、 CM 見たら確かにこれはそういやそういやだわってなるから、ぜひ見てほしいです。そう。あ、角上魚類東京にもあるんですね。ってことは CM も東京で流れてたりするんですかね。あの CM は新潟だけなのかな。すごい、ぜひみんな聞いてみ、ちょっと調べてみてください。うん。ボケたのがさすがにボイトレの先生につながるとは思ってなかった。
そうだよね。いやすごいよね、びっくりびっくり。ね、すごいわ。いやいいですね、今日も楽しかった。そう、調べてみて、ぜひ。CM は東京ではやってないかな、やってないのかな。やっぱまたその地域によっても違ったりするのかね。ねえ、ご当地 CM ね、面白いよね。そう、ご当地ならではの CM。 うん、そうそう。あと3分早い、ありがとう。じゃあスクショタイムかな、スクショタイムにしよう。じゃあリップを塗ろう。そいやそいや、発動発動、そいやそいや、発動発動、船を担いでどこへ行く、タンタン。最後のね、よし。よしよし、ちょっと暗いので最近知った裏技使ってもいいですか。そう、鏡、今上にこの光があるんですけど、鏡を反射させるんだって。こうやって、うわー、すごい、うわー、一気に明るくなる、顔がすごい、うわー。ちょっとこれで撮ってもらおう。光りすぎかな。じゃあちょっと鏡敷いてるバージョンと敷いてないバージョンで撮ってもらおう。どうしようかな。ソイヤのポーズ。なんか数えてるよね、こうやって。伝わるかしら。よし、よし、じゃあ鏡なしバージョンもいきましょうね。あ、鏡なしの方がいいかもね。鏡なしの方が良かったかもしれない。じゃあもう一回いきますね。あ、じゃあソイヤからいきましょう。船を担いでどこへ行く。切り替え。ちょっと今自分で面白くなっちゃった。こんなかな。あとなんかありますか。あとなんか、ペコピン、あ、やっぱ11時になっちゃった。じゃあ、あと一個ポーズしてランキング読んでおしまいにしますね。じゃあ、あ、じゃあピースだね。今日可愛い女の子がしてたピース。よし、撮れたかな、みんな撮れましたか。あ、ね、待って、ね、みんな可愛い女の子来た、千鶴さん、倒れちゃった。え、嬉しい。え、ね、千鶴さん、すごい、嬉しい。
嬉しい。ちょっとお恥ずかしい、ちょっと気づいてたか今ちょっと聞いてもいいかな。ごめんなさい、こうしちゃった。実は今日ゆなこちゃん、一緒に参加したゆなこちゃんと一緒にずっと可愛いって話してたんです。で勝手にずっとあの千鶴さんの画面を大画面にして見てたんです。可愛すぎて気づいてたかな。バレちゃってましたかね。すごいいっぱいリアクションとか送っちゃってすみません。嬉しい、本当にプレゼンも素敵でした。嬉しい、よし。嬉しい、ちょっとゆなこに伝えなきゃ。嬉しい。ちょっとコメントスクショしてゆなこに送ろう。嬉しい。よし。気づかなかったです、嬉しいだった。かわいい、めっちゃスクショしちゃった。本当に素敵でした。嬉しい。あ、スクショの音バレちゃった。恥ずかしい。本当にありがとうございました。参加できて幸せです。嬉しい。ちょっと今日本当に素敵な一日過ぎました、最後の最後まで。嬉しい。ちょっとゆなこにも伝えさせていただきます。嬉しい。すごい、配信の中で話がつながりました。すごい、いやー幸せだ。ちょっとみんなにも見ていただきたいです。本当にお可愛くて。いやー、じゃあこの幸せな気持ちのままランキングを読んでいきたいと思います。ごめんね、バタバタしちゃった。よし、いきますね。13位がえいきさん、ありがとうございます。12位がぼうさん、ありがとうございます。11位がいちょーるさん、ありがとうございます。10位があいちゃん、ありがとうございます。嬉しい。そして9位がヘイデンさん、嬉しい、ありがとうございます。そして8位がきーちゃん、ちょんわ、ありがとう、ありがとうございます。そして7位がじんさん、ありがとうございます。そして、6位が前野さん、元気ですか、ありがとうございます。そして5位がケイ、ありがとうございます。そして、4位がニーナちゃん、ありがとう、ありがとうございます。そして3位がゆきちゃん、ありがとうございます。はーい、嬉しい。そして2位がラブポテトさん、ありがとうございます。わいわい。そして第1位が誰どなたでしょうか。アバターのくせすごいね。つぐの前髪食べたい人さん、どうぞ。すいません、たくさん。面白い、何このアバター、初見すぎた。ありがとうございます。はい、ということでランキングの皆さんも、そしてランキングじゃない皆さんも、みんなありがとう。あ、15位惜しかった、15位もありがとうね。コメントもみんなたくさんありがとうございました。千鶴さんもありがとうございました、嬉しい。はい、ということでノベルジャムのお話と各自はギャルイでした。また来週どこかで配信しようと思うので、ぜひ見てください。そして明日はまえちゃんの卒業公演と、そして11時からはラジオトークがあるので、よかったら
お待ちしてます。素敵な日になりますように。明日もじゃあさよなら、またね、ありがとうね。